ビクター、僕の塗装を新しく変えてくれよ。わ、なんだこれ、ペンキまみれじゃないか。どうもこんにちは、鈴川綾子です。本日はこちら、プラレールトーマス25周年アニバーサリーブックを、見てみたいと思います。まあこれね、プラレールトーマスが25周年目ということでね、まあそれの記念ムック本的な感じで、発売されております。で、まあ、ちょっと本の中身は、あまりお見せするのは良くないと思うので、この付録ね、見ていきたいと思います。じゃあまずはこのレジャーシートから見てみましょう。すごいこの分厚いやつですね、これね。さあ、そして出てきました、こちらがスペシャルツーウェイレジャーシート。おお、すごい大きい大きいね。今ちょっと本をそこでコンコン5度開いた。ほんとだ。アーシーはどこかな。あ、ギターナップフードステーション。畳むとおもちゃなどのお片付けボックスに変身。でちょっとそのボックスっていうのにやってみようか。ママがちょっとやってみるね。うん、止めるんだ。なるほどなるほど。ハンコ？ハンコ？まあこんな感じで、ねえ、ほら、こうやってお片付けボックスになった。すごいね、かわいいね。ねえ、この中にまたね、トミカとかプラレールのね、こうレール車両とかも入れられますね。さあ、そしてお次が2大ポスターっていうのを見てみましょうか。これかな。あ、これが62キャラクター大集合ポスター。すごいね。コナー、コナーいたね。本当だ、トーマスの仲間たちが大集合だよ。今までね、出てたやつですね。もう今売ってないやつなんかもあるのかな。スカーロイとかね、スラッターとかね、今売ってないのもあるね。ネビルとか持ってるね。もう今売ってないけど、マードックとか、いいね。マイティーマック、キラキラシール。このキラキラシールがすごいんですよ。なんと、みんながね、持ってる自分のそのプラレールトーマスにシールを貼ると、なんと、今回のね、この映画に出てくるトーマスだったり、いろんなトーマスに、普段のね、そうプラレールを変身させることができます。で、我が家はね、これだけトーマスがいました。ね、いや一緒なのよこれ。ね、あ、これだけちょっと違うね、キンキラトーマスがいるけど、ね、まあ、でも微妙にお顔がね違ったりしますけど、やっぱり、ね、トーマスっていうのはいろんなね、トーマスの情景のセットに入ってたりするので、結構うちもたくさん集まりましたね。あ、赤笑ってる。その顔やって。コマチ、コマチ。あ、一緒？一緒だね。コマチ。うん、じゃあこの3つにシール貼ってみよう。ピーチ貼っていい。まずこの映画にね、出てくるこのペンキついちゃったトーマス。ね、これ作っていきたいと思います。うん。いいんじゃない？あ、トーマスペンキついちゃった。なんかキンキラしてるね、かっこいいね。上にもペンキついちゃった。あ、スチックのだね。おー、ということで完成。映画に出てくるペンキついちゃったトーマス。わー、ペンキコマちゃん。ねえ、まさに今回のね、映画走る世界の仲間たち、ザ・グレート・レースのね、お話の中に出てくるトーマスに、普通のプラレールトーマスが大変身しちゃいました。わー、シールもなんかピカピカしててかっこいいです。このペンキのところもね。さあ、こんな感じで3種類のトーマスが出来上がりました。おー、とってもかっこいい感じになってます。トーマスがやけにロックな感じですね。
このお顔の横にもついてるし、この上とかね、あとこの後ろも稲妻模様になってます。そしてこっちもレース仕様になってますね。ちょっとレーシングカーみたいなデザイン。これはね、横だけ左右ね、ついてます。こんな感じです。いやー、これいいよねえ、じっくん、かっこいいね。嬉しいね。このシールがついてるの、ほんといいですね。よし、今日もお仕事頑張るぞ。発車。おー。おー。わー、外とぐるっと一周しよう。おー、いいね。マップね。あー。もう一周しちゃおうかな。うん。もう一回マップの上をぐるぐる、ぐるぐる。よし、じゃあ駅に行こう。あれ？なんだろう、あの機関車、初めて見るな。こんにちは、私はアシマ。またどこかで会いましょう。さよなら。すごい綺麗な機関車だったな。僕もあんな素敵なデザインになりたいな。よし、ソド整備工場に行こう。こんにちは、ビクター。なんだトーマス、なんか用か。ビクター、僕の塗装を新しく変えてくれよ。塗装だ。今は綺麗な状態じゃないか。もっともっとかっこいいデザインにしてほしいんだ。例えばあんなのとか、こんなのとか。分かったよ。じゃあトーマス、あっちの塗装の方に行きな。お願い、頼むよ。じゃあよろしくね、ビクター。おう、任せとけ。ウィン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 。あは、くすぐったいよ。あ、トーマス動くな、危ない。え、うわー、ガシャーン、わーわ、なんだこれ、ペンキまみれじゃないか。トーマスが動くからだ。こんなんじゃ恥ずかしいよ。うわ、トーマスすごい格好だね。あはははは、面白い、ペンキまみれだ。あはははは、踏んだ。もういいよ、これで。はあ、かっこよくなりたかったのにな。はあ、こんな体になっちゃった。あら、トーマス、こんにちは。また会ったわね。やあ、シマ、僕も君みたいになりたかったんだけど、こんなペンキまみれになっちゃったよ。あら、でもあなたはとっても素敵よ。あなたはあなたのままでいいの。ありがとう、アシマ。よーし、今日も仕事を頑張るぞ。出発進行。トーマス、トーマス、トーマス、ありがとう。こっち？
かかった。さあ、ということでですね、いや、さすがね、こう25周年のアニバーサリーブックということで、まあ、こう普段からね、トーマスのね、プラレールで、遊んでる子たちも、まあ、こういろいろなね、今までとちょっと違ったトーマスに、変身させて遊べたり、まあ、とこうね、プラレールでいつも使えるシート、お片付けボックスにもなるシートがついていたり、まあ、他にもですね、この本の内容とてもね、まあ、トーマスプラレール好きの方には嬉しい、ね、内容も盛りだくさんになってますので、ぜひぜひ気になった方は、こちらねチェックしてみてはいかがでしょうか。はい、ということで以上、プラレールトーマス25周年アニバーサリーブックでした。ありがとうございます。私は結構この稲妻トーマスがお気に入りです。バーバー、かっこいい。バイバーイ。